はい、それでは環境エネルギー班を取っていただきます。地震発生後の対応についてということで進捗を進めていただきました。テーマの設定研究目的ですけれども、研究背景としては東日本大震災から今年5年経ちまして、その間、情報通信技術の進化は特に一般への普及、情報活動普及という意味ではかなり変化があったかなと思っておりまして、当時は解決できなかったものが解決できる可能性があるのではないかというところが動機でございます。始めた直後に熊本地震が発生しまして、基本的には熊本地震での情報調査、した上で、我々がこう将来の災害に向けて、制限できることは何かというところを、進めております。で、調査の中で、発災後のその時間軸の定義というのを特に、整理をしておりまして、この中で我々が提案するところとしては、この名称としては避難期、発災後72時間経ってからその後で1ヶ月以内と、その時間の間のところで、まあ、CT を使った提案というのを考えていっております。我々はあの被災者の体験談をインタビューしてまいりました。西原村、地図にございますけれども、西原村の消防団班長でもあった、榊圭司さんの体験談です。自宅そばにある非正規なんですけれども、自主避難所に避難する被災者が多くいたということです。これはですね、311の時と違って津波で全財産を失ったわけではない。財産はまだ壊れてはいるものの家の中にある。だからその家からあまり離れたくないという思いだそうです。また発災から1週間は避難所の雰囲気は予想以上に明るかったと。これはやはり亡くなられた方がいなかった、それから大怪我をしたような方がいらっしゃらなかったということがあるということです。またインフラ復旧、地域協定、自衛隊、企業、個人ボランティアといった支援の中で、榊さんが実際に行ったボランティア活動、これがですね、損壊住宅の見回り、プロパンガス元栓締め、仮設水道管の設置、道路交通整理、夜間パトロール、これですね、盗難対策ですね、また断水トイレのバケツ水洗、それから汚れたトイレの掃除、こういったことをやってきたんですが、最もつらかった作業というのがですね、本来ならやらなくてもいいはずだった窃盗団対策の見回りとかですね、それからやはり徹夜で一晩50回もですね、バケツに 水を入れて流すというような作業、これが非常につらかったということです。地震の被害がどのようなものかを把握するために実際に現地でフィールドワークをしました。画面左側は被災地各所の写真です。右側には発災地に活躍した佐々木氏を含めた消防団の方や避難場所を運営する副所長の方へのインタビューの様子を写真にしたものです。これらの過程を通して現地の様子を深く理解することができました。そしてですね、ICT を用いて我々は避難期の生活などに関して提案をしてまいりますが、3点、避難所におけるトイレ、罹災証明、避難所の環境、医療の検討でございます。ただ3点目の医療の検討に関しては現在鋭意検討中でございますので、論文では盛り込みますが、今回は1点目、2点目に書き出させていただきます。まず避難所のトイレ環境への ICT 利活用提案ですけれども、避難所のトイレ問題というのは1ヶ月の被災期の中、避難期の中でもですね、それぞれ3日後、1週間後、1ヶ月の中で割と必要とされるといいますか、提供できるトイレの種類が違ってきます。でまた仮設トイレは3日以内の成長は 34% に過ぎないとかですね、これ東日本大震災の時のデータですが、また汚染トイレを嫌ってですね、飲食を控えるといったリスク、これは飲食を控えるとどうしても体力が弱りますので病気になるリスク、それからエコノミークラス症候群になるリスク、そういったものが絡んでいます。供給と需要のマッチング線というのはですね、やはりトイレがこれだけの数必要なんですけども、それだけ提供されないというマッチング線ですね、まあ、それをですね、 ICT を活用することによって、開通できないかということですが、通信を介した ICT の活用で、例えば自治体のホームページを活用すれば、それぞれの一般市民も情報をどこに提供すればいいかということに迷いがないんです。
そうすると災害対策本部とかの中でも情報一元管理による指示系統が確立できます。まあ、このようにですね、トイレの需要と供給、それからトイレ掃除などをする上でもボランティアの需要と供給、これのマッチングに ICT が活かせると提案いたします。はい、で2点目の提案ポイントで罹災証明書というところですが、まず罹災証明書というのは、その、個人のこの住宅ですね、住宅の被害度というのを、まあ、証明する証明書でして、これはあの、公的な支援のその判断の元となる書類ということになります。で、罹災証明書発行業務というのは、自治体の大きな大変大きな負担になっているというのが、まあ、過去の大きな地震の際には必ずこの手のニュースが伝えられるというところで、まあ、ご自身でも、これは大きな問題として語られております。ちょっとグラフ見づらいんですけれども、あのですね、あの罹災証明書の時には、自治体の方で、その被害判定というのを行います。でそれは2段階に分かれていまして、一次調査と二次調査となります。で一次調査は、まあ、外観目視によるその まず簡便な確認をするというところで、ここで全壊とか完壊とかという判断があるんですが、住民の方でその判定結果が不服ということになれば二次調査ということをやれるというのがあります。で特にこの二次調査のところでその発行遅れというのが生じているということです。で、ICT サービスというところで考えると、判定結果 その登録とか共有システムというのは、導入が自治体の方で進んでいるようですけれども、判定そのものはあくまで調査者によるその人間の判断というのがベースになっておりまして、被災者と その判定結果の合意形成というところも時間を要する場合が多いという問題が今あります。で我々の提案がこちらになりまして、ICT 活用の方向性とした2点、テーマとして考えました。1つは、専門的知識がなくても、まず迅速な被害判定が可能となるようなもの、それから、合意形成に貢献できるものということで、背景としましては、デジカメやスマホの普及で誰も簡単に写真撮影ができる環境が今あるというところと、それから、まあ、技術的にその画像データからですね、被害推定というのを技術的な検討が進められているという、まあ現状がありますので、そういったものを合わせて考えますと、本基地の提案としては、大量の画像データから、機械学習などの技術を用いて、その被害判定システムというのが実現できるかというところがあります。それから2つ目としては、画像データベースというのを構築しまして、判定結果を被災者に説明する際に過去の実績の画像を同時に示すことで、説明性の、向上というのがあるのかということです。こちらイメージ図ですけども、まあ、インプットとしてはこうシステムの中には過去の被害写真があって、それに判定結果が紐づいて、防衛機械学習が待っていると、その中で、まあ、地震が起きたときに被害写真は他にインプットすると、判定結果と類似画像が出てくるということです。はい、すみません、とおかしくましたが、まあ、以上の提案点として、まとめがこちらになります。以上でお手伝いします。